シムズの概要。イオン重によって供給された数ケブの高エネルギーイオンがサンプルに収束され表面の原子をイオン化やスパッタリングする。生成した二次イオンはイオンレンズによって集められ原子の質量によって分けられた後、電子倍増感やファラデーカップ、CCD などで検出される。二次イオン質量分析法とは質量分析法におけるイオン化方法の種類の 一つである。特に固体の表面にビーム状のイオンを照射し、そのイオンと固体表面の分子、原子レベルでの衝突によって発生するイオンを質量分析系で検出する表面計測法である。素性、化学構造、特定化学種のサブミクロンスケールの分布、深さ方向の分布などに関する情報を得ることができる。感度が非常に高く、固体中に PPB、 tpm オーダーで含まれる微量元素の定量ができる。水素からウランまでほとんど全ての元素の分析が可能である。一次イオンとしては数から30ケブ程度に加速されたアルゴンは正の二次イオンを分析するときに用いられる。セシウムイオンは負の二次イオンを分析するときに用いられる。真空中に置かれた個体の表面に一時イオンビームを照射すると イオンは電子に比べるとはるかに重いため、スパッタリングが起こる。一般的には直径10マイクロメートル、深さ1マイクロメートル程度がスパッタされる。一次イオンのプローブ系の小さなイオン源を用いれば、面内の不純物分布を測定できる。スパッタリングによって二次イオン、中性原子、電子などが真空中へ放出される。この放出されたイオンは二次イオンと呼ばれる。 このイオン化の過程は、未解明の部分が多く、放出される二次音の数は中性原子と比べると、はるかに少ない。よって、高感度の測定のためには、超高真空化で測定しなければならない。気ガスはほとんどイオン化されないため通常は分析できない。窒素もほとんどイオン化しないが、炭素が存在する場合は、Cn- として効率よくイオン化されるため分析可能である。 スパッタリングの結果、固体表面にはクレーターが形成する。クレーターの側壁から生じるイオンを検出してしまうと、深さ方向の分析がしたくても、表面元素の影響が残ってしまう。よって、クレーターの中心部から発生したイオンのみを検出することが重要である。資料が絶縁体の時は、一時4勝者によって、資料表面がまさに帯電する。帯電すると、 治療表面の電位が変化するため、放出される二次音のエネルギーも変わり、正確な定量ができなくなることがある。放出された粒子のうち、二次音がイオンレンズによって集められた後、質量を分析系に導入される。質量分析系は、目的に応じて二重収束型、飛行時間型、余え極型などが用いられる。多くの元素には同位体があるため、 質量干渉が生じる。例えば 56FE を分析するときは 28SI2 が質量ピークが重なり正確な定量ができなくなることがある。これを解消するには質量分解能の高い質量分析系を用いる必要がある。二次イオンの検出にはファラデーカップや二次電子倍増感が用いられる。放出される二次イオンの量は資料のマトリックスによって 大きく異なる。これをマトリックス効果という。マトリックス効果の程度は測定する元素により異なる。よって定量は同じような主成分からなる濃度基地の標準資料を用意し、その分析結果と比較することが必要となる。主成分の二次、イオン強度と相対感度係数から測定したい元素の濃度を算出する。資料を削りながら、 破壊的に測定するダイナミックモードと非破壊的に測定するスタティックモードがあり目的に応じて使い分ける。ダイナミックモードでは一次音として通常酸素とセシウムを適時使い分ける。これは一次音が資料表面にもたらす二次イオン発生効率を高める物理科学的な作用を利用している。この効果により分析室中の残留ガスによって バックグラウンドが高くなる、軽減素以外のほとんどの元素を PPB か PPT オーダーに至る検出加減を達成している。ありがとうございます。